ご視聴いただきありがとうございます。今回は阪神難波線にある謎の構造物や引き上げ線、また変額の様子などをご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。阪神難波線ですね、西九条を発車して今九条に向かっているところです。九条駅の手前からこの騒音防止のシェルターの中を走って、そのまま地下のトンネルに入ります。最初にですね、このトンネルの入り口に掲げられている変額についてご紹介したいと思います。変額といいますのは、トンネルの入り口によく飾られている額なんですよね。これですね、この変額には正福大業と書かれています。これは前の時代からの偉大な事業を継承して世の中を安定させようという意味があるそうです。開業まで紆余曲折のあった阪神難波線にぴったりな言葉だと思いますね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ちなみにですね、この九条の駅から阪神難波線と近鉄奈良線を通って生駒を経由して近鉄奈良まで行くことができるんですが、この九条の駅から大阪メトロの中央線と近鉄の京阪奈線を経由して同じ生駒の駅に行くこともできるんですよね。ちなみに先ほど変額の説明のところでね、紆余曲折のあった阪神難波線という話をしましたが、この阪神難波線、かつては西大阪線といって九条の手前の西九条前だったんですよね。なかなかこの九条駅付近の商店街の反対や大阪市の反対なんかがあって開業ができなかったんですよね。この難波線開業のために作られた車両も、もう開業の日を待たず廃車されてしまったものもあったりして、いろいろ紆余曲折があったんですよね。ドーム前を発車して桜川へ向かっています。シールドマシンで掘ったのが分かるような見事な丸いトンネルですよね。京阪の中之島線もこんな感じですよね。しばらくするとちょっと不思議な構造物が見えるんですよね。これなんですが、まるでなんか扉のような仕切りのような、もし何かの時にここが閉められるのかなと思うような不思議な構造物ですよね。なぜこのようなものがあるのかご存知の方おられたらちょっと教えていただきたいですよね。でここがですね、桜川駅の尼崎寄りにある引き上げ線ですよね。車内から引き上げ線の様子は見えないんですね。桜川の駅は阪神の駅なんですが、乗務員はここで近鉄の乗務員と交代になります。ちなみにこの桜川駅で降りて地上に出ると、都会のローカル線といわれる南海塩見橋線の塩見橋駅があります。近鉄の運転手さんが待っていますね。先ほどですね、謎の構造物のお話のところでこんなマークが映ったかと思うんですけれど、このマークはですね、架線区分標識とかセクションとか言い方をしてたんですけれど、この場所で変電所の区間が変わるんですよね。ですからこの場所はノッチオフして蛇行で通過しないといけないんですよね。ここはノッチを開けて立行したまま通過してしまうと変電所に負荷がかかって、変電所の高速度遮断機、ブレーカーですね、ブレーカーが動作して電源が落ちてしまったりとか、また架線が損傷してしまう場合があるんですよね。結構JR 東日本なんかでそういう大きな事故が発生してますよね。私も JR 貨物時代に1回だけ神戸のセクションを立行したまま通過してしまったことがあって、変電所のブレーカーを動作させたことがあります。すぐに復旧しましたので影響はなかったんですけれどね。次の大阪難波駅は、この阪神難波線が開業する前は近鉄難波駅という名前でした。この阪神難波線ができるまでは近鉄難波駅の尼崎寄り、今でいう尼崎寄りにですね、3本の引き上げ線があったんですよね。それが難波線が開業したことによって2本は難波線に転用されて、引き上げ線は1本だけになりました。そしてその代わりにこの桜川駅に引き上げ線が2本作られました。
次の大阪ナンバーですね、あの始発列車も多いし混み合っているんでしょうね。前が使えているようです。今中継信号機に制限が表示されて、進路表示器2番線と表示されていますね。そしてこの右側にある壁のような部分、これが多分近鉄難波駅時代の一番端っこの部分なんでしょうね。から向こうにかつては引き上げ線が3本あったんですね。中継信号機が制限と進路表示器が2番を表示しています。なんか地下のここに引き上げ線が3本もあって列車が並んでるっていうのはすごいなんか不思議というか壮大な光景だなという気がしますね。場内信号機が注意で進路は2番となっているんで、この列車は2番線に入線するんですね。通常2番線は特急が多いんですけどね、これは昼間なんですけど2番線に入線するこの普通列車もあるんですね。近鉄難波時代は1番線が特急で2番線が普通や急行、快速急行などが発着していたようです。隣の1番乗り場にはアーバンライナー名阪特急が止まってますね。これは名阪30分発の名阪乙特急ですね。そして大阪難波に到着です。今回はですね、九条の変額や桜川の謎の構造物、また大阪難波駅の地下設備の様子などを紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。また次回作もご期待ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。失礼いたします。